ちそうさまでしたですね、はい、いっぱい食べてとんかつ食べた。ちょっとね、昼過ぎぐらいから結構ね、人通りも多くなってきていて、いや本当はね、4月って、まあ、前もその沖縄観光ニュースでお伝えしたんですけれど、沖縄は結構その一番こう過ごしやすい時期って、うんうんうん、1年間の間でね、一番過ごしやすい時期って言われていて、飛行機も例えばコロナ関係なくね、通常だと4月の2週目とかって安いんですよ、うんうん、でただそのね時にこうやってまん延防止等重点措置になってしまったので、まあもうこれはねしょうがないと思ってね、多分視聴者さんの中でもね、旅行キャンセルされた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、少しでも今の国際通りこんな感じだよっていうのが伝わればいいなと思います。ここも貸し店舗？本当だ、あれ何だったっけ、ここちょっと貸し店舗になっていて、うん、何があったかちょっと覚えてないんですけれど、うんうん、もしあの分かる方いたら教えてください。うん、いやそうそう。じゃあ問題です。はい。国際通りには何店舗ぐらいお店があるでしょうか。分からないかも。ここ新しいところだ。じゃあ専門。あ、そうなの。入ってみていい？え？あ、いいです。問題出してる時にさ。え、ちょっと気になるお店があったので入ってみます。いやそうそう。すごい、くちゃ専門店なんだ。消えたりして結構血管とかなんかこう浮き出てる方とかいらっしゃいますので、ここで試してるので、いやそうそう、美容の旅だったら、そうですね。あ、そうだ、問題の続き。店舗数、国際通りの店舗数はどれぐらいでしょうか。300とか。なるほど、正解は600店舗、だいたい。それだけの人が商いをしてるんですよ。あ、だんだん晴れてきました。もう暑い、暑い。虹でも早くもっと人が戻ってきてほしいなと思いますけれども、ね、うん、ノーマルに。そうそうそう。でもあの観光されてる方がゼロではないので、もしこの動画を見てあの沖縄に行くのっていう方はぜひあの国際通りの方もちょっとね、うん、歩いてみるのいいと思います。しっかり対策もされてるので、ね、うん、安心です。マスクもねして、うん、手洗い消毒もして。そう、ただあのあれですよ、その暑い時にずっとマスクすると熱中症の恐れがあるので、そのあたりは結構あの自分のご自身の体と調整しながら適宜、うん、適宜水分補給もしてください。流送した方々がベニさんかな、流送ベニさん、私もね、やった、流送、そうですよね、うん、素敵、ね、うん、今見えました、見えました。多分ね、おそらくあの以前私が YouTube で紹介した国際通りにね、あの流送ベニさんっていう流送のお店があるんですよ。多分ベニさんだと思う、あの流送は、うんうんうん、観光客の方が2割ぐらいかな。そうですね、うん、感じ。今の時期だと皆さん早めに夕食とかは済ませた方がいいかもしれない、うんうん、営業時間がね短くなってますので、ちょっと早い時間から飲み始めて、うんうん、で夜なんかこのステイする場所でゆっくりみたいな感じがいい、いい、健康的。そうそう、ホテルの部屋でね。そうそうそう、青森を、あれ、これはローソンでしたね。あ、ローソン閉まったの。そうなんだ。ローソンがあったんですけど閉まってますね、うんうんうん、びっくり。コンビニが閉まるってなかなかないと思うんですけど、最近まであったと思うんだけどね。ね、あったよね、うん、スイーツが食べたくてちょっとお菓子御殿さんに行きたいと思います。来ました、来ました、国際通りにありますお菓子御殿さんです。あの本店は読谷にあるんですけれども、ここはあの国際通りの店舗ということで、ちょっと中に入ってみたいと思います。1階はあのお土産屋さんで、2階が実はレストランになっております。内装ちょっと変わってるかな、うん、2階がカフェレストランになってますので2階に行きます。いやそうそう、わ素敵、いいですね、ね、素敵、わ雰囲気すめっちゃいい、昔仕事ってこんな感じなんだね。びっくりしてます。いや多分皆さん、あの視聴者さんも1階で買い物して2階に上がってこないっていう方も結構いらっしゃると思うので、もしお時間あったらね2階上がってきてもいいかも。ぜひ、うん、
ですよね。初めて見た。カップが1番から9番でお選びいただけます。私たちはとんかつも食べたのでお茶をするんですけれど、ちなみにランチとかもあるのでお腹空かせてくるの全然あると思います。いやそうそう、マナも YouTube 始めたんです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。何チャンネルですか？まだ本当に名前もマナタキタのまんまなんですけど、筋トレの動画が2本上がっているので見ていただけたら嬉しいです。いやそうそう、いたしました。すごい来た。あ、美味しそう。すごい。ベニーモタルトがこうやって乗ってるの初めて見た、ね、そしてフルーツも入ってるんです。本当だ。あ、しかもハート型かわいい。欲張りなのでベニーモタルトの何でしょう、タルトの部分、タルトの部分じゃないのか、うん、ベニーモの部分、ベニーモの部分おいしい。甘いです、うん、おいしそう、うん、久しぶりに食べたかもしれない。ベニーモタルトかわいいでしょ。かわいいシーサーのカップです、うんうん、沖縄らしいのがいいなと思って、やちむん、沖縄らしいやちむんを選びました。両側で瓦が違う。口開けてるのとちゃんとオスとメスがついてると思うね。えかわいい。こっちはオスで、こっち口閉じてるのがメス。うんうんうん、美味しい。ちょうどいい時間帯のコーヒータイムそうですね、優雅な優雅。このベニーモチーズも本当美味しくてさ、ベニーモとクリームチーズがこうまったりしてるから、この甘さがさ、サクサクという食感と組み合わさって本当に美味しい。いいよね、ここ、うん、めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいです、ね、絶対また来る。そう、相手にも自由に言ってほしいんだもん。そうです、そうです、本当にそうです。構わないでほしいんだよ。私に構わなくていいよって。私は私で好きなことやるから、あなたも後で好きなことやって、そう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 、で時間をデートしましょうぐらいでしょ。そう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 美味しかった。美味しかったです。いいよ、そうそう。ということで、今回はですね、4月の国際通りの様子をお届けしました。まあ今ね、ちょっとそのまん延防止等重点措置の関係で、まあ、いつもよりはね、ちょっと静かな国際通りではあったと思うんですけれども、観光業界の方も頑張ってらっしゃるので、まあ、この時期に沖縄に行くよっていう方はね、国際通り、まあ、プラプラぜひ歩いてみてください。ということで今回の動画は以上になります。ぜひグッドボタン、チャンネル登録、通知オン、ウタサルグッズ、逃げ扉。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴、一平二平でビタン、またやだー。